福島第一原子力発電所の衛星写真。福島50は6機の原子炉に立ち向かう。福島50は2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の際に福島第一原子力発電所の対応業務に従事していた人員のうち、同発電所の事故が発生した後も残った約50名の作業員に対し欧米など、 日本国外のメディアが与えた故障。人数はその後変動し2016年4月で平日1日あたり5790人ほどが作業に当たっている。福島第一原子力発電所事故も参照2011年3月11日東北地方太平洋沖地震の後に発生した津波によって福島第一原子力発電所の原子炉の冷却機能が停止し、 それらの復旧作業や応急処置のために、同発電所には社員を含め、約800人の従業員が従事していた。しかし、懸命の復旧作業にもかかわらず、原子炉1号機の水素爆発など度重なる原子炉爆発事故が発生し、ついに3月15日には、原子炉4号機の爆発と火災が発生。この4号機の爆発は、使用済み核燃料プールに保管していた。 使用済み核燃料が建屋上層にあり、爆発によってそれが露出した可能性があることと、放射性物質が飛散した可能性があるため、これらの危険回避のために、人員約750人は東京電力の指示によって避難した。しかし、約50人が現地に留まり、福島第一原子力発電所の被害を食い止めることに尽力した。 これを日本国外メディアが彼らを地名と人数を合わせた福島50の故障で呼び始めた。しかし16日朝、検出された放射線の高さから健康への影響が懸念され、彼らは短い時間一時的に避難しなければならなくなった。彼らが現場に戻った時、新たに130人以上が加わり、当初の約50人に加え総数は、 約180人になったと報告された。3月18日には、柏崎刈羽原子力発電所や送電線、不設要員も加わり、総勢580人の体制になった。彼らの中には、東京電力やその子会社の東電工業や、東電環境エンジニアリングなど、東京電力協力企業の社員、また東芝や日立製作所の社員なども加わっている。 3月21日までに東芝は横浜市磯子の技術センターで700人の原発事故対応チームを組織、そのうち100人を福島の2カ所の原発に派遣し、日立も1000人規模の対応チームを組織120人を現場に送った。人数は増えていったものの、福島50の名前はそのままメディアで使われ、彼らを総称する言葉となった。アメリカの ABC 放送が 原発事故においての対応として、大抵の場合は、高齢者で生殖可能年齢を超えたものが対応に当たることが多いことから後日は、そのような対応が行われたのではないかとの憶測を報じたが、事故当初はとにかく現場の技術者が対応せざるを得ない状態にあり事故拡大及び被爆の度合いが予想、不可能の状態での作業であった。彼らの活動には、 爆発によってもたらされた損害と放射線濃度の測定も含まれており、海水で損傷した原子炉を冷却し、火災の危険を除くことに取り組んだ。彼らは放射線汚染を受けるリスクを承知で現場に留まった。放射線汚染の危険レベルは非常に高く、半径2 0トルの避難地域が指定され、またメディアはこの厳しい状況が将来。 彼らの健康に重大な悪影響を及ぼし得ること、また場合によっては死にも至り得ることを指摘した。福島50の情報は東京電力によって、氏名や所属会社を含む一切の情報の開示が拒絶されている。ウォールストリートジャーナルの取材によると、福島50の一人が危険手当など一切の特別報酬なしに被爆の危険と隣り合わせになりながら、 職務に当たっていることが明らかになった。各研究家のエリック・ホール博士によると、このような原発事故の場合、放射線にさらされた影響が生きている間に、表面化するのを避ける意味でも、年配で子供を持たない作業員が作業に当たることが望ましいとしている。しかし実際は、被爆した関電工の社員は20代や30代であったり、 現場で作業に当たる大阪市消防局の消防理員の中には、先輩消防理員の息子と同じ年齢の消防理員もいるなど、若い人材が危険な現場で作業に当たっているという事実も各メディアで報道されている。作業員は発電所の放射線汚染から守られた避難場所で侵食を交代でしていると報じられている。避難場所は平均的なリビングルームぐらいの広さであると、 アメリカの ABC ニュースは報じている。シーベルト及び被爆も参照原子力発電所での作業における国際的な放射線被爆限界は5年間平均で年20ミリシーベルトであり、1年あたり50ミリシーベルトを超えてはならない。しかしアメリカが収穫環境保護庁は緊急時に対処する要因は高い財産を保護するため100ミリシーベルト、 多くの人々の生命を助け保護するために250ミリシーベルトまでを許容している。日本では事故に直面した際の最大許容量を1年で100ミリシーベルトとしていた。しかし2011年3月15日、厚生労働省は福島第一原子力発電所の状況を鑑みて、これを250ミリシーベルトまで引き上げた。発電所の作業員たちは放射線に対して、 万全の体制で臨まなければならず、突発的で予想されなかった放射線量の増加にも備えなければならない。2011年3月15日朝、1時間あたり1000ミリシーベルトが検出された瞬間には、作業員たちは一時退避しなければならなかった。これは事故を通じて最大の測定値だった。1日に250ミリシーベルトの放射線を浴びた場合、 状況によっては即座に兆候が現れる場合がある。吐き気や食欲不振の症状から骨髄、リンパ節及び脾臓へのダメージである。一般的に1から 3C ベルトのレベルではより大きな影響が現れ、回復が難しくなる可能性がある。3C ベルトを超えると影響は深刻となり、皮膚の剥離や出血、生殖障害などが現れ、治療が施されなければ、 最悪の場合、死に至る場合もある。また、5シーベルト以上なら、治療を施しても、確実に死に至る。15日第4原子炉で爆発と火災が起こった際に、福島50は現場にいた。そこでは彼らに状況がはっきり知らされなかったため、どの程度の放射線が放出されたのか判然とせず、またパニック発生を恐れた日本政府がこれに対し、観光例をしく、 可能性があるかもしれないとの混乱があった。メディアは現場に残った従業員たちの勇気を称え彼らをヒーローと紹介し福島50の名が知れ渡った。フランスの国際ニュースチャンネルフランス24は彼らをジャパンズフェイスレスヒーローズと紹介した。イギリスの新聞ガーディアンはアザーニュークリアパワー・インペロイスアズウェルアズザワイダー・ポピュレーション。 キャンモン・ディール・コーギイン・アドミレーションと書いた。ドイツのニュースサイトは彼らの献身を47市に例えている。中国語のニュースサイトは彼らを福島五十詩詩と名付けた。2011年9月7日にスペイン皇太子賞の受賞が発表され、同年10月22日に同省平和部門を警察、消防、自衛隊の現場指揮官ら計5人が代表として受賞した。 ありがとうございます。